外国から侵入してきたり、飼っていた愛好家などが話したりして、日本で繁殖している生物が増えてきました。日本在来の生物を捕食したり、生態系を損ねたりする被害を防止するために外来生物法が作られました。特定外来生物に指定された生物は、飼育、栽培、保管、販売、譲渡、野外に放つことなどが原則禁止されています。ガビチョウは中国南部から東南アジア北部にかけて広く生息しています。ペットとして輸入された個体が顔抜けなどにより日本に定着し、現在流鳥として生息しています。総主張はインド北部、中国南部、ベトナム、ミャンマーなどの北部に自然分布しています。日本国内では顔抜けなどにより野外で繁殖し、流鳥として住み着いています。白とね。